皆さんこんにちは、じゅんなです。今日はリトル東京の、ウェブ担当のえだちゃんと、私と、今からコンセプターの曽根さんのバッグの中身を見に行ってみたいと思います。よっしゃ。いいと思います。お疲れ。来ましたよ。私たちが今日はバッグの中身をということを事前に伝えていたと思うので、いいですか？嬉しい。いいよね、人のバッグいいよね。自分のそう見せてもらいます。今日はじゃあ曽根さんのバッグの中身をご紹介したいと思います。イエーイ。人のものだと超強気。いや、大したものありそうですよね。見ちゃっていいですか？じゃん、立派なバッグを発見しました。こちらですね、今日のバッグ。いいね。見ていこうかと思うんですが、その前にね、これがギャバが気になりすぎる。ギャバの主張が気になりすぎる。これは必要なのよ、頭部はね。そう、かかりますよ。なんか持ってるよね。ちょうどいいよこのサイズ。コンビニでね、売ってるからね。確かに。ちょっと仕事の合間にやるには手汚れないじゃん、こういうシリーズは。いいよ、行きましょうか。早速手前から行きますよ。恥ずかしいね。でーん、ちゃんとジップロックに入ってる。そう、これね、超いいんだよ。可愛いんだけど、このジップロックちゃん、ポケ、パケだ、パケっていう、なんか、いい開けて、これは何、エコ的なことなの？なんかリサイクルって書いてある。ほら、 UV とか、 UV なんだ、知らんしみたいな。いや、かわいいなと思って、いろんな種類今。どこで買ったのこれ？本当ね、ネットで買えると思うんだよね。かわいい。じゃあ他のサイズもあるんだね。じゃあ中身はこんな感じで。あ、そうそう、うん、これあれよ、こういうプラスね、私たちも大好きなやつね。うう、頭とかにもいいよね。頭皮大事。ちょっと気がついたら、やってるやつね。潰しにかかるやつ。潰しにかかる。これなんかね、消毒。あ、これ何、気になる。菌を落としてくれるっていう。あ、なんかプールの匂い。そうそう、だからあんまりこう手に振るっていうよりは、こう空間の除菌だ。空間の除菌。言ってくださいよ。ごめん。確かに。私たち水ゴールについても大丈夫だけど。使い方誤ってる。そうなんか。落とすんだよね。オフィスとかにさ、置かれてるやつもあるらしくて、空間にシュッシュッシュッてするやつ使って落とす。元気に振りますね。はい、しっとりしたところ。今しっとりしましたね。しっとりして保湿。これいい香りだよね。はい、これ嗅いだことある？あります。これすごいいい香りだよね。私もこれ大好き、持ってる。すみません、塗る係みたいになってる。いや、とりあえず塗るみたいな。とりあえず塗ってみる。いらない、このカット。とりあえず塗るみたいな。今ほら、いろいろつけた。あー、すごい、いい香り。すごいですよ、お店すごい混んでます。あ、そうなの、ね、入場規制してるんです。あ、そうなの、ね、人気すぎて興奮して私たちずっと立ってる。まあ、座りましょうよ。ずっと立っちゃう私たち。いい香りになった。これはもうね、癒しと、確かに。やっぱりさ、香り物すごいさ、いいよね、気分のリフレッシュとかに。こうやってる、いつも。あとネイルオイル、バッグから出てたけど、これも持ってきてるってこと、いつも。うん、これいつも持ち歩いてる。資料とパソコンと手帳。これ全部入るの、この中に？入る。あ、すごいね、すごい便利なサイズ。あ、いいですね、入りますね、しっかり。いろいろね、資料がこう入る。いいね、いいサイズね。結構入るんだね、このバッグ。結構入る。バケツ型ってね、いいよ。お弁当も下に入る。じゃあ続いての、さっきの続きのパケちゃん、ミニバージョン。行きます。これティーパックかな。可愛い。ティー持ってる。可愛い。見てみましょう。嗅いでみましょう。香りを。すべてを。あ、今ハンドクリームの匂いがします。ダメじゃないか。でもハンドクリームでしょ。本当ですね。私のハンドクリームのイソップの香り。ベリーみたいな香りもした気がする。うん、なんかね。甘酸っぱい香りしました。
なんだろうね。え、今でも私もハンドクリームの匂いになってる。これはね、ノンカフェインのね、コーヒーとかすごい飲んじゃうから、うん、飲みすぎないように、うん、挟むよう、うん、いいですね、ハーブティー。私もハーブティー結構持ち歩く、ティーパック、うん、あのパックすごい、これ便利、これ便利でしょ、うん、かわいいし、小さいサイズ、ね、うん、これセットで売ってるの、別々に、うん、個体で売ってた、このサイズもかわいい、なんか使える、うん、次これも通勤やな、いや、ゴミ入れとく。いや、そうですね。これ私もこれの新作っていうか、一番ちっちゃいサイズとかなのかと思ったら、ただのゴミでしたね。はい、ゴミです。ゴミも入ってるの。なんか気になりますね。お人形みたいなの入ってます。ひょわん。あ、それね。あ、それあれエコバッグ。これエコバッグなの？そうそうそう。え、すごい。これエコバッグ。ファーなの？外側。いやいや、ここだけ。ポケットだけ。なるほど、かわいい、全然エコバッグっぽくない、すごい入んのこれ、なんか超すごい、すごい、確かに、すごい、かわいい、帰りのスーパーに、あの展示会でね、いただいたかな、かわいい、色もなんかいいね、うん、なんか外側がさ、このファーだったから全然ポーチかなんかかと思った、かわいい、かわいい、なんかエコバッグすごい進化してるね、いろんな、うん、そうそうそう、おしゃれエコバッグが、やっぱこの軽いのが一番私も使い勝手、うん、持ち運びコンパクトになるから、うんうん、便利、うん、続いてはあ、これはもういつもおさめさんが持ち歩いて持ってるやつ、カメラですね、このケースすごい可愛いと思って、私このケースがいいからこのカメラにしようかなって思うぐらい、うん、このケースすごく可愛いっていうか、すごい素敵じゃない？確かに。レザーでさ、なんか色もすごい。うん、そさ今ゾッてした。この日のためについてます。そういうことですよね。はい、すごい超びっくりした。すっごいバクってしたの。あ、終わったみたいな。カーってしちゃったの。恥ずかしい。はい。これでお料理の写真とか撮ってるわけですね、うん、すごい綺麗だよね、まあ、私レベルは使いやすい、オートでいけるやつ、そうそうそう、でもすごいさ、寄りとかも綺麗だよ、なんかね、いろいろ使えるんだけど、しかもさ、これ 4K だもんね、しかも動画 4K、 そうだから、あのお弁当動画とかはこれで撮ってるよ、うんうん、綺麗だもんね、画質が、やっぱ食べ物とかすごい画質がいいのが際立つっていうか、うん、色味、野菜の色味とか、うんうん、うん、立体感結構バッキリしてる、うん、大物行っていいですか、お願いします、大物行きますよ、大物取りに行く、だわそう気になるね、この中身も気になっちゃうから、ちゃんでもね、結構ぐちゃぐちゃいっぱい入っちゃってるかも、なんか前最初すごい少なかったの、うんうん、必要最低限持っとこうと思ってたんだけど、うんうん、この大きさまで膨らんだっていう、うん、入るだけ今詰めちゃうね、かわいい、どこのね、これなんだっけ、あれ、エルベだ、そう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 、エルベシャプリーですね、なんかいいね、この生地感、うん、しっかりしてる、なんかさ、汚れないし、うん、オープン、オープン、あ、気になるものいっぱいある、じゃあいいですか、もうお願いします、クッションファンデ、はい、これいいよね、うん、最近よく使う、はい、色は曽根さんはですね30番のカラーを愛用しているようです、これはもう名品中の名品、もう欠かせません、はい、ツヤ、はい、ツヤ、ツヤ色です。ナーズさん、ナーズさん、ビューラーですね、今日ちょっとほら撮影あるっていうからさ、上げてこう、上げてこうと、じゃ何か気になるものあります、なんだろう、あ、あ、それお気に入りな、あ、予想違いますよ、予想違う、はい、エルメスちゃんのね、このさ、ケースも可愛いよね、可愛、うん、い、 あ、可愛い、オレンジ、これ単品で使うの？これ単品で、うん、まず、ワセリン塗るでしょ、うん、で、これ塗って、うん、で、最近はね、うん、私が好きなのは、うん、このセルボークの黄色い子、うん、グロス？グロスをね、うん、ちょっとかぶせてあげる、うんうんうん、そうするとちょっとマイルドになるか、オレンジマイルドになって、ちょっとみずみずしくなる、うん、いい合わせ、合わせ使いですね、うん、マスカラ何使ってんの？私もこれ、うん、ウズさん、ウズ、ウズはやっぱりいいよね、ブラシがね、うん、使いやすいよね、うん、緑ね、あ、これグリーンなんですか、え、色黒でしょ、あ、違う違う、色は黒で、うんうん、緑の、うんうん、あ、これ、これも名品じゃない、
あ、これ、これ、頭まつげ、これすごいよ、下まつげ、これ下まつげに一人一人にちゃんとちっちゃいんだよね、このブラシがね、スクリューブラシ、うん、そろそろ買わないともうつかないね、これ、私もすごいいいと思います。純奈さんに教えてもらった、うん、ね、そうそうそう、おすすめ、うん、あ、じゃあ乾燥が気になる、うん、この季節に、はい、これモアリップ、モアリップ、うん、みんなね、大好きモアリップ、これとこれの使い分け確かに、ワセリンとワセリンはなんか、うん、これ結構トゥルッとしちゃうから、うん、ツヤツヤ、あ、そうなんだ、うん、モアリップってなんか重めのイメージ、なんかさ、うん、なんてマスクにつくじゃん、うんうんうん、ついちゃうから、うん、帰りとかになるけど、うん、仕事中とか結構こっちつく、こっちは重ねる、リップ重ねたりするのに下地とか、うん、あとちょっとその途中、うんうん、乾燥気になる、うん、天気とか、うん、待ってください、リップいっぱいあります、リップランキングしましょう、リップランキング、あ、リップランキングしよう、今のところリップランキング、うん、リップランキング本日の今日はこれ塗ってる、はい、今、うん、あ、すごいツヤツヤじゃない、うん、あの、そんなになんて言うんだろう、 はっきり色づくっていうよりは薄く色づく感じ、うん、リップだけどグロスいらないぐらいツヤ感あるね、なんかこういうね、あ、軽い感じ、本当だ、うんうん、普段使い、うん、うんうんうん、全部普段使いしてる、これはちょっとお出かけかな、エルメスちゃんは、うん、もう気分で使い分ける、うん、だから普段使う色をこっちに入れてる、で、うん、今日はちょっと気分変えようっていう日は、うん、お家にあるリップの棚、うん、から入ってくる、うんうんうん、なんとなく、でもいつものソネちゃんから、うんうん、ちょっとコスメいじりが過ぎちゃったね、まだまだ入ってますっていう、はい、これはすごい入ってるポーチでしたね、うんうん、収納力バッチリいい、うん、かわいいポーチ、お財布、これ、それね、領収書ケース、領収書ケース、大事ですね、じゃあこれお財布、はい、お財布です、お財布ちゃん、じゃーん、もう擦り切れちゃって、サンローランのお財布、そう、これすごいシンプルで、うん、ちっちゃいバッグにも入る、こうかね、そろそろ変えたいなと思って、勝手に開ける、人のお財布、入ってない、私のさ、コンパクト、お財布入んないからお札畳むのよ、毎回、ね、このコンパクトはさ、そのままお札入れられるからすごいいいよねって思ってる、そうやって思ってる、思ってる、思ってる、小銭も入るですね、うん、はい、かわいこちゃんがいました、かわいこちゃん、お仕事どうぞ、名刺ケース、うん、かわいい、この色がかわいい、うん、フェルメス、フェルメスちゃん、この子とこの子のなんか色合いが ね、一緒、かわいい、軽いし、すごい使いやすい、残りはですね、1点になりました声響いてますね、バケツバッグだから深さあります、深さあります、じゃん、残りペン1本でございます、すごい、もうこのみんなの期待が高まったペンになってます、これもともとついてた先方、シャーペンとペンとペン、うん、色ペンと、うん、色ペンとボールペン、シャーペン使わないんで、これ何色ですか、これね、うん、モスグリーン、あ、おしゃれ、え、おしゃれ、ちょっと手帳が気になる、このどこの手帳、クオバです、あ、もうずっとね、かわいい、見てか、じゃあちょっと中の大丈夫なところありますか、大丈夫、ただなんか今来年なんでね、来 来年だからか、まあ、来年先のやつはこういう、私このタイプが好き、うん、これあるよね、あの手帳はすごい使いやすいのと、30分刻みで、うんうん、30分刻みなのこれ、リースとか入れたりする、そうかそうか、最後ですね、気になるのがずっとここにあったんです、1個バッグの横に、ソネさんといえばじゃーん、おそね飯ドラえもんみたいね、あのソネさんのインスタグラムね、見ていただいたらわかるかなと思うんですけど、ソネさんは旦那様にね、いつもこう愛妻弁当を作っていて、その動画とかその写真いつもインスタグラムに上がっていて、すごい美味しそうなんだよね、うん、それが食テロ、食テロが本当にで、今日はソネ飯、いつもねお弁当を作ってきていて、自分でね、うん、会社で食べてたりするんだけど、でもね、今日はね撮影あるって言ってたから、うん、ちょっといつもよりは少し頑張った、少し多いかもしれない、あ、じゃあちょっと早速見てみましょうかね、想定がね、まずなかなかないよね、こういうのはどこで買うの、うん、これね、かっぱ橋、あ、やっぱかっぱ橋だね、私の大好きなかっぱ橋、香りがさ、すごいいい香りしてる、いつもさ、写真撮ってるのって、うん、蓋閉める前なの、うんうんうん、なんかちょっとこう立体感あるんだけど、ふんわりしてるもんね、今一回そうギュッてプレスされてるから、確かに、お家からここまでの時間ね、でも押し花みたいな美しく
なってるといいけど見てみましょうか。ここで全部蓋につくとかさ、いいよね。あーみたいな。あれ行きますよ。はい、どうぞ。もう待ちきれませんから、はい、パカ、わーすごい。栗、え、そう、栗があって、お店屋さん、お店屋さん、ほじそうね、ほじそう、ちょっとお弁当でほじそう使うなんてすごい。今日は唐揚げと、うん、サワラの幽庵焼きと、うんうん、あとだし巻き卵と、具巻いたの、巻いたよ。あとポテトサラダとキャロットラペ、うん、だってもうご飯が栗ご飯なんですけど、あとしその身の佃煮、しその身の佃煮チーズのみ食べたい、もうそう、だから今日は食べたい、これだって言ってたから、私なんでそんなあれですよ、まさか作ってきた、わー、おそろいだか、おそろいだか、え、私たちの分も、だから今日はわっぱじゃないの。じゃあもう食べたい気持ちになりましたので終わりにしましょう。インスタの方にはあの蓋閉める前の写真がある。なるほど。あ、プラの方ね。そうそう。あ、じゃあぜひそちらもご覧いただいて。はい。ということで、もう私はもう食べることしかもう頭になくなる。急にもう終わろうみたいなテンションに。はい、っていう感じで、バッグの中身、曽根さんのバッグの中身でした。ありがとうございました。これで終わりはいい、これで終わり方は大丈夫だったかしら。もうご飯に向かってるの私の気持ち。